崎翔です。今回のご紹介はこちら、マーシャルの JCM900 ハイゲインマスターボリュームの 50W モデルですね。これの2500と呼ばれるモデルです。よくスタジオで見かけるのはハイゲインデュアルリバーブ、リバーブ搭載で、クリーンクランチと、ハードな歪みの2チャンネルになっていますけれども、これはシンプルにプリアンプ部分的にはシングルチャンネルです。そしてこのマスターボリュームをフットスイッチで切り替えられます。これ意外と使い勝手よくて、例えばバッキングでリフを弾いてソロでちょっと音量を上げたいって時、皆さん大抵足元でブースター踏んだりとかされるんですけれども、結局ある程度歪んでたら音が歪むというよりは音量が上がる前に飽和しちゃって、それはそれでいい音なんですけれども、音量ガツンと上がる感じっていうのは少ないケースあると思うんですね。その場合このマスターボリュームがグッと上がることでソロが前に出てくるっていう形で、非常に使いやすい、そのアンサンブルの中での音量コントロールを2つの切り替え式マスターボリュームでやりましょうっていう提案で、なかなかちょっと市場では受けなかったんですけれども、使い方のコツを覚えちゃえばすごくいい機能だと思うんですね。で、シンプルなプリアンプです。ただ、歪みに関しては、真空管で純粋にってとこじゃなくて、ジュビリーとか、そうですね、JCM800 の2205、2210とかに通じる、ダイオードクリッピングで歪みを得るような仕組みになっています。それでは、この後弾いてみましょう。現在販売中です。在庫状況につきましては動画の概要欄をご覧ください。ご視聴ありがとうございました。またご興味持ちましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。また、このような動画でよろしければ動画の高評価もお待ちしております。ありがとうございました。